いきなりどうしたんですか？確かに諦めたくないです。でも会場の問題は、確かに私たちは何の行動もしてないわよね。がっかりって思っただけだった。でも何をしたらいいのか、かなたちゃんさっぱりわからないよ。なるほど、関係者に聞くのが一番だよね。スクールアイドルフェスティバルが中止になった理由ももっと詳しく知りたいし。でも決定したことを聞いてくるなとか怒られたりしない？りなちゃんボードハラハラ。あなたらしいね。あなたが思うようにやってみるのがいいと思う。なんだかうまくいきそうな気がするから。うん、私もそう思う。きっと何か方法があるよ。先輩、お願いします。それでなんで私の部屋で電話をかけるの？しかもスピーカーにして。私がそばに？うん、わかったよ。力になれるかわからないけど、あなたのために私も頑張る。理由。そうなったら今までの規模での開催は難しいから中止にしようって結論になったらしいの。なるほどな。実行委員が中止に踏み切ったわけがやっとわかった。きっとたくさんたくさん考えてのことだったんだろうね。でも反対した人だっていたと思いますよ。実行委員長さんも悔しかったと思うよ。声がとっても辛そうだったもん。問題は会場のことだけかと思っていたけど、それだけじゃなかったのは知ることができてよかったと思うわ。去年まで一緒に頑張ってた人たちがみんないなくなっちゃうってどんな気持ちなんだろう。想像しかできないですけど、すごくすごく心細いですよね。実行委員の中心になっていた役員の方たちが一斉に卒業っていうのは仕方のないこととはいえ大きな問題ですね。ノウハウもなくなっちゃうもんね。実行委員長さんもいろんなところに掛け合ったりして頑張ったんだと思う。すごく疲れた声だったし何も言えなかったよ。ああ、じゃあもう本当に諦めるしかないの？そんなの、そんなのないよ。実行委員も頑張った結果よ。私たちがこれ以上追い詰めることはできないわ。スクールアイドルフェスティバル、出たかったな。はい、あのメインステージに立ちたかったです。私たちだけじゃ、難しいよね。こんばんは。急にごめんね。実は、チカちゃんとちょっと相談してて。
あなたや西ヶ崎のみんなにも話したいことがあるから、今週の土曜日に集まれないかな。よかった。じゃあ土曜日によろしくね。学期末テストの全校生徒平均点が去年よりも下がっている。それに部活動の方も実績が下がった部が7つもあるわ。成績を上げたのはソフトボール部とフェンシング部のみ。それなのに誰にも危機感がないなんて。この部活はレギュラーの選定が学年優先になってる。今のレギュラーのうち2名は選手としてよりサポートする側としての能力の方が高い。なぜそれを誰も指摘しないのかしら。サッカー部も1年生でレギュラー入りさせた方がいい生徒が控えにも入れずにいる。彼女の能力を評価できる人間が部活内にはいないんだわ。あまりに損失が多いし効率が悪い。高校時代は将来のためのステップアップを図る時間だというのに。このままじゃ虹ヶ崎学園の生徒の高校生活は意味のないものになる。見ていられないわ。みんな急に呼び出しちゃってごめんね。集まってくれてありがとう。実はね、チカちゃんとも話したんだけど、私たちやっぱりスクールアイドルフェスティバルのことどうしても諦めきれないんだ。うん、本当ならミューズとアクア、虹ヶ崎のみんなとメインステージで共演できたんだよなって考えてたら、やっぱりどうしても実現させなきゃって思って。急に集まろうなんて言い出したから何かと思えば、言われるまでもなく私も同じ気持ちよ。そうですわね、私もです。やっぱりみんな同じ気持ちだと思ったよ。ってことでスクールアイドルフェスティバルが開催されるよう実行委員のお手伝いをしようよ。ちょっと、何よそのポカーンとした顔。あ、違うんです。そのきっと驚いて言葉が出ないだけだと思います。だって私たちも同じことを思っていたから。同じこと？君らしいね。うわぁ、すごい行動力だにゃ。ふふん、当たり前だよ。うちの部長なんですから。それで実行委員の方々は何ておっしゃっていたのでしょう。そっか、そんな事情があったのね。会場問題に加えて委員会が解散。立ち上げ当初の運営役員たちが抜けてしまったね。ヘビーなことが重なってるのね。今までと同じ規模や考えじゃなければ意味がないってのも確かにそうやね。でもそうだとしても私たちみんな、スクールアイドルのことが大好きな人たちもみんな、スクールアイドルフェスティバルを諦めたくないって思ってるはずだよ。うん、その通りだよ。それに中止の原因がここまではっきり分かったんだから、それをクリアすれば開催できるってことだよ。望みはあるよ。あなたならそう言うと思ってたよ。なんだか気持ちが明るくなったよ。うん、わからないなら
みんなで考えたらいい答えが見つかるかもしれないね。何はともあれ、まずは会場を探さないとだね。でも、どうやって探せばいいのかな。その抜けちゃった立ち上げメンバーの人たちに戻ってきてもらうようお願いできないのかな。なるほど、その人たちがまた集まれば見えてくるものがあるかもしれませんね。でもさ、その人たちがどんな人たちか私たち知らないじゃん。どうやってお願いするわけ？実行委員長さんにもう一度電話をかけて聞いてみるといいずら。うん、そうだね。あとは過去の情報を調べてみるとか。調べてみる。リナちゃんボード、うん、あった、ここ見て。誰？見ても全然わからないんだけど。小さい字を見てたら眠くなってきた。すやー。ちょっと何寝ようとしてんの？起きなさいよ。ほらここ、見覚えのある人がいるわよ。え？どの方でしょう？このカオルコって人、有名なのよ。スクールアイドルフェスティバルを一から自力で立ち上げたって言われてるの。ルビーも知ってます。この人自身はスクールアイドルとして活動してたわけじゃないけど、ルビーみたいにスクールアイドルが大好きで、いろんなサポートをしてたって。あ、私も知ってる。結構有名な人だよね。なんだかちょっとあなたみたいだね。とにかく一度このカオルコさんって方に話を聞いてみましょうか。立ち上げに携わった方ならスクールアイドルフェスティバルにかける情熱もひとしおでしょうし、この状況を黙って見ていられるはずがありませんわ。でも今の実行委員の人たちが先に連絡は取ってるんじゃないですか？それでダメだったってことは。いえ、まだそうとは決まっていませんよ。そのあたりも含めてもう一度実行委員長さんに問い合わせをしてみたらいいのではないですか？できることは片っ端からやってみよう。あの皆さん、申し訳ありません。そろそろ部活動の最終下校時間になってしまうので。あ、長い時間お世話になっちゃってごめんね。じゃあみんな帰ろっか。ちょっと待って、はなかちゃん。お休みの日にせっかくこうしてみんなで集まったんだし、これから遊びに行こうよ。ラテンシが集う。あなたのお家も来たよ。もうしょうがないわね。みんなそれぞれに行きたいところに行けばいいんじゃないかしら。します。すみません、生徒会長はいらっしゃいますでしょうか？そうなのですか？いつもそういう感じなのですか？生徒の先頭に立って導くべき立場の人が自分のことを優先するなんて、やっぱり私が変えるしかないんだわ。ここがあなたの部屋なんだね。うんうん、素敵。
だもん。私もほのかちゃんもあなたと一度じっくりお話ししたいって思ってたんだから。だからあなたがうちに泊まってもっと話するって誘ってくれた時、すっごく嬉しかったんだ。尊敬なんて照れるな。私だってお泊まり会嬉しいよ。なんかさ、私たちみんな気が合うよね。そうかな。別にそんなにびっくりすることでもないよね、はのかちゃん。だって私たち共通点があるもん。うん、私たちみんなスクールアイドルが大好きで、仲間のことが大好きってこと。私は前にも話した通り、ミューズを見てそのキラキラした輝きに心を奪われたからだよ。いやー、なんだか照れちゃうな。でも二人にそう言ってもらえて嬉しい。私も二人と同じだよ。大型スクリーンでスクールアイドルを見てすごいって圧倒されて、やってみたいって思ったんだ。わかるわかる。ものすごいわかる。なんか不思議だよね。私たちより先にいたスクールアイドルに憧れて追いかけて。私たちはミューズに、こうして後ろから誰かが追いかけてきて、隣に並んで、そうだね。ねえ、あなたはどんなことが楽しい？教えてよ。うんうん。ほうほう。のろけってやつだね。のろけだね。でも虹ヶ崎のみんなが羨ましい。私たちにもあなたみたいな人がいてくれたらな。うちにも欲しい。うちの方が先だよ。あ、そんなことしてるの？それはもちろんそうだけど、来た時にテンションが上がるのも大事だと思うよ。私たちが楽しめなきゃ、見てる人だって楽しめないと思うし。私、ようちゃんが作るデザインの段階でテンション上がっちゃうんだ。それで試着したみんなを見て、もう可愛い、素敵しか言えないの。私もみんなが衣装着てるのを見てすごく気持ちが盛り上がるよ。結局私たちってみんなのこと考えちゃうんだね。うんうん、そうだね。アクアのみんなのこと初めて会った頃からもっと大切になってるし、これからもきっともっともっと大好きになるだろうから。うん、それでアクアの素敵なところをたくさんの人たちに知ってほしいんだ。うんうん、そのためには、そう、まずはスクールアイドルフェスティバルだよね。そうだよ、スクールアイドルフェスティバルでやりたいこといっぱいあるから。
ふふ、よくぞ聞いてくれました。じゃじゃーん、世界スクールアイドルフェスティバル、世界中のスクールアイドルを集めるの。ん？世界中から集める、それってなんかオリンピックみたいじゃない？あ、ほんとだ。あ、じゃあスクールアイドルをオリンピック競技にしてもらっちゃう。すごいね。スクールアイドルの凄さが分かったら、オリンピックの偉い人だって競技に入れたくなっちゃうんじゃないかな。うーん、ワクワクしてきた。今はまだ遠い夢かもしれないけど、本当にオリンピック競技になって私たちの後に続くスクールアイドルが出られるようになったらいいよね。ほのかが暴走していないか心配でたまりません。え、大丈夫じゃないかな。だってステージで見るほのかちゃんってすごくしっかりして見えるよ。ステージでは頼りになりますが、私生活でのほのかときたら。わかる、わかるわ。私もチカちゃんが何か起こさないかってちょっと落ち着かなくて。リコ、あなたも大変なのですね。ええ、ふみちゃん、お互い大変ね。なんだか意気投合してるんですけど。ふみちゃんったらあんな風に言ってるけど、本当はほのかちゃんと一緒にいたかったんだよ。な、ふみちゃんも、うちのリコちゃんも同じだよ。あんなこと言ってるけど、本当はチカちゃんのこと大好きだからさ。照れ隠しなのかな。二人とも可愛いね。違います。照れなくていいって。二人がいなくて寂しいかもしれないけどさ、今日は私たちと楽しくやろうよ。別に照れているわけではありませんが、うん、そうですね。ほのかのことは信頼して、私たちは私たちで親睦を深めましょう。うん、そうだね。あの子もついてるし、きっと大丈夫だよね。お二人とも照れることなんてないのに。仲間を大好きなのはいいことじゃないですか。カスミンは先輩のこと大大大大好きですし、先輩もカスミンのこと同じくらい大好きですよ。あの子はみんな分け隔てなくよくしてくれるよ。私は幼馴染だからよく知ってるもん。カスミンだって先輩のことはよく知ってますもん。私は小さい時からずっと。まあまあ、二人とも落ち着いてね。あ、そうだ、あゆむちゃん、何か向こうからの連絡は入ってない？え、ちょっと待ってね。うん、何も入ってないよ。だから心配いらないってば。あっちはあっちで盛り上がっちゃってるんだよ。そうですね。ほのかったらずっと皆さんとゆっくり話したいって言ってたんですよ。そうだったんだね。やっぱり今回のスクールアイドルフェスティバルのことがあったから。うん、それだけじゃないと思うよ。あの子のみんなを思う気持ちに触れて、見て共感しちゃったんじゃないかな。共感、似た者同士といったところでしょうか。先頭で元気よくみんなを引っ張っていくところはあの3人よく似てるよね。そういえばそうですね。あの子はリーダーとして誰よりも向いてると思うんだ。
私やみんなを大切に思って支えてくれるから。誰よりも？すみません、その言葉聞き捨てなりませんね。え？おっちょこちょいで少し頼りないところもありますけど、リーダーとしてのほのかは頼もしいですよ。いつだって誰より一生懸命で、私たちはその姿勢やパワーに自然に引きつけられてしまうんです。お、おみちゃん？ううん、あの子だってすごいよ。だって毎日練習プランを考えて、部活の後はその日の練習の様子をノートに記録してくれてるし。二人ともごめんなさい。チカちゃんだって負けてないよ。チカちゃんはああ見えてすごく周りが見えているし、絶対に諦めない強い気持ちを持ってるんだから。何言ってるんですか。先輩が一番です。いいえ、ほのかが一番です。チカちゃんだよ。先輩です。うんうん、みんなうちの子が一番なんだね。私もほのかちゃんのこと大好きだよ。私もチカちゃん大好き。みんな自分に近い人が一番ってことでいいじゃん。すみません、これほどまでにムキになってしまうとは、お恥ずかしい限りです。私こそだよ。すごくムキになっちゃった。ごめんなさい。私もごめんね。ほらほら、もう謝るのはなしにして、大好きな人のためにこれから何ができるか話し合おうよ。ええ、そうですね。スクールアイドルフェスティバルの中止を阻止するためなら、ほのかはどこにでも突っ込んでいきそうですから、フォローしなければ。ああ、そこは私たちも同じ。チカちゃんも思いついたら即実行だから、そばで手助けしなくちゃね。そうね、チカちゃんは無理しちゃうことも多いから、私たちがフォローしなくちゃ。私もあの子がやりたいことをやれるように手伝いたい。ええ、あの3人が心のままに動けるように、私たち力を合わせて支えましょう。えいえいおーです。えいえいおー。ごほん、ただいまより第1回スクールアイドルソング誰が一番知ってるか大会を開催するわよ。うい、勝負ごとは嫌だよ。でも今日は私負けられない。ルビーも。私なんてスクールアイドルが好きで日本に来ちゃったくらいなんだよ。負けるわけにはいかない。似たような勝負でマキさんに勝ったことがあります。今日も絶対に勝ってみせます。なんでこうなったんだっけ。もうかなたちゃんたらまた眠々だったんだね。ほら、遊びに行こうよ、どこに行くって話になって、みんなの意見がバラバラになって、カラオケで思いっきり歌いたいっていうニコさんの提案に賛成の人がここに来たんですよ。で、なんでいきなり勝負になったん？話せば長くなりますわ。せつな、その説はマキがお世話になったわね。私が相手なら絶対に勝ってたわ。すごい自信ですね、ニコさん。でも私もその分野の知識にかけては負ける気がしません。うわー、甘い気な。
ニコの頭にどれだけの知識が詰まってるか、目に物見せてあげるわ。お二人ともちょっとよろしくて。うちのルビーだって負けていませんわよ。お姉ちゃん、ルビーはね、私もちょっとは自信があるの。何よ、もう私が一番だって。いいでしょう。さあ皆さん、誰が一番スクールアイドルに詳しいか白黒はっきりつけようではありませんか。なるほど、かなたちゃんには勝ち目ないやつだな。それならかなたちゃんすやぴーしまーす。すや。寝かせませんわ。私とかなたさんには選曲とジャッジという大切なお仕事があるのです。さあ、かなたさん、このメモにある通りに曲入れをお願いしますわ。ルビー、あなたの勝利を信じてます。じゃあ、いきますか。イントロダウン。高知のスクールアイドル、ゼオゼオオライの大好きハイノ。正解ですわ。やるわね、花よ。わかってたのに、悔しいです。すごく悔しいよ。ん？ルビーちゃん、なんだかプルプル震えてるけど大丈夫？寒い？エアコンの温度を上げる？皆さんの勢いがすごすぎて入り込めないよ。ルビー、頑張るのですよ。スクールアイドルが好きな気持ちは誰にも負けてないでしょ。うん、お姉ちゃん、よーし、頑張るビー。その息ですわよ。さあ、かなたさん、2問目お願いしますわ。はーい、2問目イントロドドーン。沖縄のスクールアイドル、クルシャンのシーサー。正解ですわ。やりましたわね、ルビー。うん、お姉ちゃん、ルビーできたよ。あなたはやればできる子なのです。私には分かっていますわ。自信を持ちなさい。お姉ちゃん、姉妹愛っていいね。私も妹や弟に会いたくなっちゃった。うに、かなたちゃんもなんだかはるかちゃんに会いたくなっちゃったよ。なんなのこれ、なんでこんなしっとりした感じになっちゃってんのよ。あー、もうなんだか勝負って感じじゃなくなっちゃったわ。みんな同じくらいスクールアイドルに詳しいって分かったから、もう勝負なんてしなくていいよね。うん、そうだよね。だって私たち同じタイミングでピンポンって言ったもんね。みんな1位ってことでいいんじゃない。そうですわね、異論はありませんわ。ルビーたち、
みんなスクールアイドルが大好きだよね。ええ、だからこそスクールアイドルフェスティバルを中止になんてさせてはいけないのです。大丈夫よ、私たちが力を合わせたら何だってできるに決まってるんだから。うん、ニコちゃんの言う通りだと思う。私たちとミューズとアクアのみんなで一緒にやれば絶対に大丈夫だよ。みんなでスクールアイドルフェスティバルのステージに立とう。そうよ、どんな事情があったって私やみんなの夢を叶えるために何だってやってみせるわ。せーの、ニコニコ。頑張るビー。ちょっと私の決め台詞の邪魔しないでくれる。これが堕天使が集う街、原宿。別に堕天使は集わないと思うズラよ、ヨシコちゃん。ヨシコじゃない、ヨハネ。おーい、そこの二人、あんまりキョロキョロしてるとはぐれちゃうぞ。私たちについてきてね。ほらほら、リナッチも人混みに流されちゃってるよ。で、繋いでおこっか。秋葉原も人が多いけど、原宿もすごいにゃ。目が回りそうだにゃ。ちょっとちょっと、リンは人混み慣れてるんじゃないの？しっかり。それで、花丸ちゃんたちのリクエスト通りのところに来てみたけど、どう？別に大したことないわね。この程度の人間なんてすぐに全員リトルデーモンにしてみせるわ。マルはクレープやアイスクリームや美味しそうな食べ物を全部食べたいズラ。ズラマルってばいっつもそれね。リンは新しいシューズが見たいけど、あっちからもこっちからも美味しそうな匂いがするから、その誘惑には勝てないにゃ。リンちゃん迷子になっちゃう。ごめんにゃ、ついいい匂いのする方に行っちゃったにゃ。リンちゃんもで、つなご。はーい。はいはい、みんな離れちゃダメだよ。はぐれたらもう二度と会えなくなるんやからね。え？ちょっと！ここってそんなに危ない場所なの？なんてとこに連れてきたのよ！もしや悪魔の世界に通じる異次元の穴が。そうやね。ほら、ヨシコちゃんを迎えに暗黒の風が。いやー、私は打点してるんだから地獄には行かなくていいのよ。あと、ヨハネ。のぞみさんはノリがいいズラ。ヨシコちゃんの相手ありがとうズラ。みんな可愛い後輩だからね。それじゃあどこから行こっか。まあズラ丸ちゃんは食べ歩きだとして、ヨシコは？だからヨハネだってば。ふっ、私はリトルデーモンを獲得できる場所か闇の世界からの啓示がある場所に導いてほしいわ。お客さんがたくさんいる人気のお店と大きな本屋さんに行きたいって言ってます。花丸ちゃんはヨシコちゃんのことがよくわかってるんだにゃ。そんなことないわよ。ふむふむ、だから
この通りをまず歩こっか。みんな迷子にならないようにね。リナちゃんボードレッツゴー。2人はこの辺り詳しそうやね。私はここ結構遊びに来るんだよね。前もリナリーと一緒に来たことがあるから、ある程度は案内できるよ。おいしいクレープ屋さんとかポップコーンのお店とか知ってる。うわー、教えてほしいズラ。ちょっと、闇の世界からの啓示を受け取るのが先よ。マト、東京の魔力を全身に浴びるのよ。そうにゃ、ヨシコちゃんの魔力を高めるならリン、いいところ知ってるにゃ。すっごい高いタワーがあるんだよ。うん、打天使はわざわざ高い場所には行かないわ。あなたにはわからないのね、この地の奥深くに眠るダークパワーが。凛ちゃん、よしこちゃんはね、実のところ原宿を歩くとモデルさんとかにスカウトされるって話が本当かどうかを確かめたいんだよ。ああ、なるほど、そういうサプライズを期待しちゃったか。ズラマル、あんたはどうしてそんな余計なことばっかり言うのよ。あ、おいしそうな花丸ちゃん、そこのお店もいいけど、もっとおすすめのところある。それは期待大ズラ。東京のクレープはどんなすごいトッピングがあるんだろう。あ、ちょっと、すぐ食べちゃうんじゃないわよ。打天使放送で使うから、写真撮ってからよ。みんな楽しそうやね。のぞみは？うちももちろん楽しいよ。でも、なんやろ、心から楽しめないっていうか。実は私もスクールアイドルフェスティバルのことを考えちゃうとね。のぞみちゃん、アイさん、大丈夫にゃ。きっとどうにかなる。うんうん、みんなでどうにかするにゃ。リンちゃん、いやアイさんとしたことが弱気になるなんて情けない。3つの学校のスクールアイドルが集まったんズラ。これだけ人数がいれば不可能も可能になるズラよ。打天使の行く手を妨げる者などいないわ。私もそう思う。だから今日は目いっぱい楽しんでパワーを満タンにしよう。リナちゃんボード、うん。そうやね。じゃあまずはリナッチおすすめのクレープ屋さんに行こっか。みんなそれぞれ遊びに行きたいところに行っちゃったね。マリーたち乗り遅れちゃった。それでどうするのよ。どうするのってどういうことですか、マキさん。この後どうするかって聞いてるの。そうね、じゃあ余ったもの同士で遊びに行きましょうか。私たちだって楽しまなくっちゃ。いいわね、カリンの意見に賛成。カナンは？私も賛成。確かこの近くに大きなショッピングモールがあったでしょ。そこでウィンドウショッピングをして、レジャー施設でボーリングして体を動かして、そしてラストは有名な温泉施設でゆっくり湯船に浸かってみたいです。マリ、さてはあんた、こっちで遊ぶプランをあらかじめ考えてたね。
オフコース。だってせっかく来たんだし、ね。ああもう、みんな気にしなくていいからね。別にいいんじゃない？私は別に行きたいところもないし。せっかく考えてくれたんだから、マリちゃんのリクエストに答えましょうよ。異論なしです。じゃ、まずはショッピングモールね。みんな愛してるわ。Thank you。マキさん、スペア狙えますよ。そうね。まあ狙ってみるけど、期待しないで。はあ？てや！シャーニー！これで終わりだよ。なんであの人たちあんなに白熱してるの？一番点数の低かった人がお風呂上がりのアイスをおごることになったそうです。え？ちょっと待ってよ。それって私たちも入ってる？いえ、3年生ボーリング頂上決戦だそうです。一体そんな勝負いつ決まったのよ。マキさんがお家に電話をしに席を外した時、なぜかそうなりまして。ふーん、巻き込まれなくてよかったわね。あの、私たちも先輩方を見習って何か勝負します？はあ？変なとこ感化されないでよ。でもでも楽しそうです。それに作曲勝負の時にうちの部長が負けちゃったので。何よ、敵討ちでもする気？実はそうです。ふーん、あなた結構いい度胸してるわね。いいわよ、何をかける？では先輩たちと同じくアイスを。あなたアイス食べたいだけでしょ。はあ、最高のお湯加減だったわ。お風呂上がりのアイスはベストオブベストね。思いっきり体を動かした後だから気持ちよさも格別ね。あんなにたくさん温泉があったのに、一つの湯船にぎゅうぎゅうで入る必要があったのかしら。まあまあ、全員集合の方が楽しいからさ。それにしても思った以上に盛り上がったわね。ショッピングしてボーリングして最後はお風呂で。なんかこういうの久しぶり。私、皆さんと一日一緒に遊べてすっごく楽しかったです。ええ、そうね、私もよ。余り物同士も悪くないわ。エリの言う通りね。仲間っていいわよね。私、スクールアイドルをやっていてよかったなって思うの。みんなに出会えて仲良くなれたもんね。それは私も同じだわ。ほのかたちに出会えて、私がなくしていた目標をもう一度見つけて走り出すことができたから。本当にそうね。スクールアイドルがなかったら今頃何をしてたのかしら。もう何しんみりしちゃってるの。この流れでいくと次に出る言葉は。だからスクールアイドルフェスティバルは絶対開催したいですね。ほんとそれだね。スクールアイドルフェスティバルってやっぱり特別なステージだもんね。だから考えましょう、この先どうすべきか。ええ、効率よく動かないといけないものね。きっと私たちならうまく物事を進められるはずよ。ボーリングでみんな同じ点数だったぐらい息がぴったりなんですもの。その通りだね。はい。
みんなで力を合わせて頑張りましょう。おはよう。今日はずいぶん早起きなんだね。ほのかちゃんとちかちゃんは？ゆっくり寝かせてあげなきゃね。何かいいことでもあった？カオルコさんってどうやってメールできたの？連絡先見つからなかったのに。でもさっき実行委員さんに問い合わせたら、連絡先が変わったみたいで無理って言われちゃったよね。他に知ってる人っていないかな。そっか、カオルコさんの足跡がどこかにあるかも。よーし、じゃあまずはどんなワードで検索しようか。あなたがどんなメッセージをカオルコさんに送ったのか教えてもらってもいい？心？それでカオルコさんからの返事は？そんな。なんだか頑張れ諦めるなって私たちの背中を押してくれてるみたい。スクールアイドルフェスティバルを生き返らせることができるかな。そっか、そうだよね、諦めることなんてないよね。もちろんだよ、私はどんなことでもあなたの力になるよ。うん、ほのかちゃんもちかちゃんも絶対賛成してくれるよ。日曜日なのに西ヶ崎学園って生徒がたくさんいるんだね。もしかして部活に力入れてる系？そうだね、全国大会に出てる部も結構あるよ。うちの学園は部活動に力を入れていますからね。皆さん熱心に練習しているんです。成績がいい部活は部室も綺麗で広いのよ。スクールアイドル同好会もいい成績を収めたらベッド入れたいよね。そしたらガナちゃん寝ちゃうでしょ。キャッカキャッカ。部活動が盛んだと学校全体が盛り上がっていいよね。
はい、本当にそう思います。5番と7番学年だけでレギュラーになったようなものね。さっきの練習からすると1年生にもっと実力のある生徒が。先輩、置いていきますよ。それで、カオルコさんからの返事は来たのですか？お手伝いしてくれないんですか？でも、応援はしてくれてる。やりたいようにやれ。か。まあ、やっぱそれしかないよね。全身あるのみ。ある意味、私たちらしくていいんじゃないかしら。それで、あなたは何をどうしようって思ってるわけ？何？もったいぶってないで早く言いなさいよ！それって、私たちでスクールアイドルフェスティバルを運営するってこと？私たちで開催、ワクワクするよね。しっかり引き継いで、今までと同じくらいのスクールアイドルフェスティバルにしようよ。うん、アクアは地域のお祭りのお手伝いをしたこともあるから運営のこと少しはわかるし。ふっふっふっ、みんな大船に乗ったつもりでいなさい。大銀河宇宙ナンバーワンアイドルのニコがいるんだから、全部うまくいくわ。いやー、さすがニコっち、スーパーアイドルだもんね。その調子でパパーっと会場も見つけてね。ちょ、待ちなさいよ。それはみんなでやるんでしょ。ニコは精神的な支柱として。今こそこの私、打天使ヨハネの力を解放する時ね。なんかすごそうだにゃ。頼りにしてるにゃ。ヨシコちゃんの打天使の力、私たちにも貸してほしい。だからヨハネって、いや、ちょっと待って、そんなキラキラした目で私を見ないで。やめて、浄化されちゃう。ニコッチとヨシコのネタって面白いよね。アイさんも負けずにダジャレの一つでも。ネタじゃないわよ。そうよ、あとヨハネ。あ、でも勝手に実行委員会を引き継ぐとか言っちゃって大丈夫なのかな。怒られたりしない？怒られるの怖い。それなら引き継ぎたいですって連絡を入れたらいいずら。実行委員長さんに電話してみよっか。そうですよね。それで明日もう一度電話を入れてみたらいいですわ。私たちはやっぱりスクールアイドルフェスティバルを諦めたくないです。カオルコさんからもやってみたらと背中を押してもらえました。だから私たちでどうにか開催できないか頑張ってみてもいいですか。そしてもしよかったら私たちと一緒にもう一頑張りしてもらえませんか？バッチリだよ！
3校で動くわけだから連携をちゃんと取らないとね。場所はどこにするんです？うちと虹ヶ崎は東京ですが、アクアの皆さんは沼津ですし。東京でいいんじゃない？マリーに任せて。さすがマリさんにゃ。おお、こことか広さ的にちょうどいいかも。と、会場候補のリストって誰がまとめてるんだっけ？私よ。会場の名前を教えてちょうだい。リストに入れておくから。設営の仕事っていろんな種類があるんだね。これはアクアのみんなに聞いた方が早いかな。そうだね、聞きたいことまとめておこうよ。ネットしすぎて目が疲れたかも。リナちゃんボードパチパチ。はーい、ってことで早速休憩したいです。そうだね、かすみちゃんの言う通りちょっと休憩しようか。でも、まだセツナが来てないわよ。セツナ先輩、生徒会と同好会の掛け持ちなんてすごいですよね。本当だね。両立できるなんて、セツナちゃんは本当にどっちも好きなんだね。カスミンはスクールアイドル一筋です。ごめんなさい、遅くなりました。セッツ、挨拶がダジャレ。あら、今日はその格好のままなのね。急いできたので着替える暇がなくて。すぐに着替えますね。失礼します。こちらスクールアイドル同好会の部室で間違いないでしょうか？いえ、違います。生徒会長の中川奈々さんがここに入っていくのを見まして。え？私。はい？あなたに用はありません。私は生徒会長である中川奈々さんに用が。ん？はぁ。なるほど。結城せつなさん、あなたが生徒会長だったんですね。せつなのコスプレっていうか、中川さんとせつなは別人よ。嘘じゃないよ。リナちゃんボードハラハラ。そのなんていうか、彼女は偽物なんだよ。これは、その、刹那先輩のドッペルゲンガー。ドッペルゲンガーだから、そっくりなんだよ。そうそう、ドッキリドッペルゲンガー。アイさん、フォローのダジャレにキレがないです。とにかく、ここにあなたが探してる人はいないですよ。皆さん、ありがとうございます。この状況で隠しているのはさすがに無理ですね。私が生徒会長の中川奈々です。皆さん随分焦っているようですが、あなたがなぜそんな隠し事をしているかには興味がないので、バレたところで言いふらす気はありませんから、ご心配なく。今日は生徒会長にお話があってきました。私、1年の三船しおり子。知ってますよ。先輩は知らないんですか？
結構有名ですよ。1年の三船しおり子です。三船さん、私に話ってどんなことでしょう。私は入学してからこれまでの間、中川奈々さん、あなたの生徒会長としての働きを見てきました。結果、残念ながらあなたからは生徒会長としての資質を感じられませんでした。え？あなたの仕事ぶりはお世辞にも効率的とは言えません。学生の鏡であり、導くべきものという立場にあるのに、なぜなのか不思議だったんです。ですが、これで納得がいきました。将来何の役にも立たないスクールアイドルなんかにうつつを抜かしているなんて。そんな中途半端な気持ちで生徒会の仕事をやっているのでしたら、あのレベルの仕事にもなりますね。せっつーのことよく知りもしないのに、上っ面だけ見て物を言うのはどうかと思うな。あなたには見えなかったのかもしれないけど、せつなはいい加減な仕事なんてしたことないって、私たちが保証するわ。はあ、実際中川さんの実績は数字に現れています。どんなに頑張っていようと、結果が出なければ意味がないということを理解してください。けれど、これで気兼ねなくお伝えすることができます。私、三船しおり子は新生徒会長として立候補させていただきます。すでに理事会には了承を得ました。再選挙の日程は3週間後の金曜日に決定済みです。自ら身を引くことをお勧めしますが、私と戦ってくださっても構いません。刹那先輩、いい機会かもですよ。生徒会辞めちゃってスクールアイドル一本に絞ったら、カスミンたちと一緒にもっともっと部活に打ち込めますよ。カスミさん、それは…そうそう、忘れるところでしたが、これも先にお伝えしておきます。私は高校生という将来のための準備期間において、スクールアイドル活動は無意味であると考えています。私が生徒会長になった暁には、スクールアイドル同好会の廃部を検討するつもりです。皆さんにはそれぞれの適性に合った部活を紹介させていただきますので、ご安心ください。